や、もう保存会ができたのが昭和25、6年でした。はい、ちょっと参加してみます。私が現在会長をやりまして18年目です。ずっとやって、地域の方約30人ぐらい、まあこれも普段仕事を持っておられる方もおられるしね。まあ今日は多い方でしたね、24、5人は。まあなぜって昭和の終わり頃ですね、復活させたのはやっぱり地元もね、昔からのこういう祭りごとやっぱし寂しいと、なくなるのはという要望が非常に強かったですね。ですからやっぱし、今はねここも世帯がどんどん増えてますしね、そういったものを伝統じゃないですか、残したいいうことがあって、まあ神輿を上げない限界なということで、まあ、復活したということですね、地元の要望ですよやっぱし。ここの神事はね、厳島が主催なんですよね、ここの御霊会祭っていうのは。で最初丸尾殿ね、自分の三人の娘さんが関数ある、そこへお供え物をあげて、それがスタートですね。それでお供え物をあげて、祝詞をあげて、下げて、それから前に入ると、部学へ入るという格好で、最初の部学がね竜王の前をやったんじゃないかと思うんですが、これはね中国から来てましてね、戦いの舞ですよね。ですから衣装も派手ですし、士気を上げるためにね、そういう踊りも活発というか、戦いの踊りですね。2曲目はね、ナソリをやったかと思うんですが、これはね、逆に今度はね、戦い終わってね、勝ったと、勝利の舞ですから、勝利の舞たち、普通はね、わーっと上がるんですが、そうでなくて、まあ、戦士が、兵士もね、使えてますので、ああ、勝った、よかったっていうことでね、竜の2匹が、勝った、勝ったと、嬉しそうにね、舞う舞い、静かに、厳かに。舞うのがナソリの舞ですね。この2曲、これはね宮島で武学殿とかで舞いますけども、宮島以外では下宮であるこの地御前で舞うのであって、その他では舞うことはありません。はい、これはね、神明さん、神の馬と書いてね、神明さん、昔はね、皆さんご存知ですかね、厳島神社の入り口の左側に、そこにね、白馬がおったんです。不思議にね、そこはね、茶色の馬でも黒い馬でも、その神社へ入れますと、数年経つと白くなるという伝説がありますね、白い馬、神馬です。地御前ではね、神明は神明っていうんですよね。これをまあ地御前の町を歩いてもらって何をするかやったら、清めて邪気を払うとね、そういうことで神明さんが巡行されると、神明の巡行と言いますね。あそこの節句御霊会祭やるための日です。ただいま神明さんの、ですから神明さんが地御前の町を巡行して帰ってきましたら、それからやぶさめに入るわけです。で馬を変えまして、栗毛の馬になりますが、その馬が出てきまして神社の前で、ね、天長地球言いますけどね、天地を打って
東西南北へ矢を放して蛇を全て晴らす、その儀式をやって、それから地御前神社の氏神さんであります大都市神社の方へ行きまして、矢を三矢を打って、それから町を巡行する。しかしその前にね、大体ね、お母さん方の希望があって、端午の節句ですから、初めての男の子のね、9の5月ですか、そういう方のね、まあ記念、赤ハッチ巻きをねした子供がいたかと思うんですが、それが端午の節句ですね。それを抱いて、まあ記念写真を撮りたいということでね、というのが昔からの風習ですよね。それ今日は7人ぐらいだったかな。それをやって、昔からの風習で3回地御前の町を往復して、帰ってくるために矢を打ってまた行くというのが藪様のストーリーでございますね。はい、ね、苦労を言うんじゃないですけどね、今地御前はね、世帯が増えるっていう、家がたくさん建つんですよ。それで若いお母さん方ももちろんですから増えます。で、地御前小学校の子供も多くなっています。そういう若いお母さん方がね、この祭りの赤い鉢巻きをして神社へお参りするという習わし、男の子の端午の節句の、ね、知っとってないんですね。二世帯じゃないですか、おじいさんおばあさんと一緒に住んでれば、そういう昔からの風習が伝わるんですが、ね、ですからそれをね、よく教えてあげないと。しかし今日はね、昨年に比べましたら多かったでしょ。7人ぐらい抱いて記念写真を撮られましたけども、それはね、昔は多かったですね。それが端午の節句の一つの習わし、風習ですから、まあこれをね、やっぱり広げるというかね、若いお母さん方にも知ってもらいたいというふうに思いますね。いえ、知らなかったです。母が教えてくれて、いい記念になりました。面白かったです。兄がしてもらったみたいです。昔子が賑やかにしてるんで楽しそうでいいと思います。やっぱり地域のものなので、やっぱ子供の時からあるので、なくなると寂しいですね。ずっと続けていただかないと。あ、社員になりました。そうですね。地域の方がどういう形で活動されていて、でそれに対して、まあ、住民の方々がどんな感じで楽しんでいるのかっていうのを目に見えて、すごいいい経験になったかなと思います。はい、やっぱりこの皆さん活動されてる方のやる気もすごい伝わってきて、でそれに対して住民の方もすごい楽しまれてるっていうのが、やっぱりなんか地域の活動がうまくいってるんだなっていうのがすごい感じました。ちょっとこれを見習って自分も頑張れたらなと思います。僕らの思いとしたら、これを土日にしてほしいんだけど、ただ宮島さんの関係でそれができるんです。でも今日でも結構人来とっちゃったんですね。だけどこれをね、毎年のことだけど、どうにかずっと続けていってほしい、行きたいいうのがあるんですよ。だけど今心の若いところってだけど、これらも一緒に手伝って、昨日もずっと手伝ってもらって、歴史的なものに携われてすごく光栄というかですね、すごく楽しかったです。子供たちも入ってですね、いや昨日もね、今のその的とか色を作る手伝ってもらって、で初めてのことでね、そうですね、で子供らも一緒に手伝ってくれたんですよ。で今聞いたら、子供らも楽しかったためになったとか、嬉しいよね、そういうの聞いたらですね、これからもだけずっとこのまま続けてきたらいいなと思ってますので、まあ、これからもみんなお互いに協力の方をよろしくお願いします。そうですね、今日はご存知のように小学生が初めて参加していただいてね、大変賑やかな藪様になったと思います。良かったと思いますよ。
来年以降もねこういうことが続いて、やっぱり地元のなんて言ったって子供たちがねこういうあの地域文化を継承していただくっていうのが一番ですから、そういうね本当有意義な一日だったかなというふうに思います。はい、年々盛り上がってますよね。はい、それはあの地道な保存会の、まあ、活動といいますか、そのことが徐々に現れて、今学校を巻き込んでいろんな活動をしてますから、やっぱり児童のね学校中心な地域を祭るっていうものが盛り上がってきたことは非常に喜んでいます。はい、天気に右手に非常に皆さん盛り上がって大変良かったと思います。はい、これもあの地域の皆さんの、ね、おかげだと思います。ありがとうございました。子供にこういった古い祭りをね教えたらいいというか必要性があるということで、学校先生もね、今年は5年生6年生を参加させて毎日見させて、昨年はですね小学校全校昼からは休みにされて祭りに行きなさいという学校でね、まあ、非常に学校の方も協力的というか非常にあのこう、まあ、地域挙げて祭りをね復活させようと盛り上げようという風習はねできつつありますね。ですからいい方向に行ってるんじゃないかと思いますよ。はい、今日は本当に小学校の生徒もたくさんの参加いただきまして、本当に賑やかにこうお祭りらしくなってきたんじゃないかと。それぞれまあ皆さんよく頑張っていただいているんで、まあ今のところ自分ないですね。まあだいぶ皆さんも年取ってこられてね、今度若い人がどんどん援護してくれたら、まあこれもずっと続いていってくれればというふうに思っています。